皆さんこんにちは。シニアのための弾き語り講座、ギターで歌おうチャンネルの小暮です。今回はですね、独学するならソロギターより弾き語りがおすすめというテーマでですね、お話ししたいと思います。ギターはですね、独学でできるのか、教室で習うべきなのか、最初はですね、習うべきなのかという、こういうテーマに、まずですね、ギターを始めようとする場合考えると思います。で、ギターをですね、独学で学ぶか、教室で習うかということについてですね、私の、意見ですが、独学でですね、始めたいとお考えの方にはですね、私はギター弾き語りをお勧めしたいと思います。ギター弾き語りだったらできると思います。で、弾き語りをですね、独学でですね、される方に勧める理由をですね、お話したいと思います。私のですね、経験から、ギターにですね、40数年、離れてて、10代半ばでですね、ちょこっとやったギターをですね、50代、本格的にはもうここ数年ですね、でですね、やるようになった経験からですね、弾き語りならですね、独学でもですね、ある程度までは、上達が可能だということです。で、これに対してですね、ソロギターとかですね、エレキの、リードギターですね、を学ぶ場合はですね、やはり自分の経験からしてもですね、最初は教室で学んだ方が、ベターだと思います。その方が、上達が早い、変な癖がつかないというふうに思います。で、次にですね、だったら弾き語りのですね、じゃあ特徴、メリットは何かということについてお話したいと思います。弾き語りの場合はですね、あくまでギターはですね、これ伴奏なんですね。はい。独学がですね、可能なのは、そのですね、伴奏が主体なので、基本パターンをですね、覚えれば、どんな曲でもある程度ですね、弾けるようになるということです。弾き語りはあくまで、歌うことがですね、主体であって、弾く方はですね、サブということになります。でもですね、実際弾き語りだからこそですね、またソロギターと違ってですね、難しい面もあります。ご存知のように両手でですね、右手の動きですね、それと左手の動き、これも全然両方とも別ですね。で、さらにですね、楽譜を見てですね、コードを動かすとともにですね、同時に、歌詞を間違わないようにですね、歌わなくちゃいけない。暗記すれば一番いいんですけどね、そんな全ての自分のレパートリーを暗記できるわけないので、私などはほとんど10曲ぐらいですかね、大体歌える、暗記してるということで言えば、今も300曲以上、レパートリーっていうか、ある程度このチャンネルでも動画をアップしたんですが、ほとんどですね、歌詞はですね、メロディーラインはある程度こう覚えてますから、歌詞は覚えてないというのが、事実です。はい。でもですね、だからこそある程度のですね、基本パターンをですね、覚えれば、レパートリーの数っていうのが、ソロギターとかエレキのリードギターのとこなんかをこう練習するよりですね、はるかにですね、レパートリーはですね、どんどん増えて広がると思います。ということでですね、2番目はですね、レパートリーを増やしやすいというのがメリットだと思います。例えば今言った通り50曲をですね、自分の持ち歌にしたい場合、曲の、雰囲気、イメージですね、それと自分の声域ですね、キーに合わせてですね、ある程度決めてパターンを選べばですね、
まあそれをについて、まあ、練習することによってですね、もう確実に弾けるようになります。でまず左手で言えばですね、まあ、主要なですね、ギターコード、これをですねまず覚えます。でそれにですね、さらにカポタストですね、こうカポタスト、これを使えばですね、まあ全てのコードをですね、難しいコードを覚えなくてもですね、こう簡単にですね、押さえやすいコードに、変えたりですね、まあ、自分の声域に合うキーに移調する、キーを移すってことですね、キーを移すことができます。これは多分ギターだけのですね、メリットっていうか、他のピアノとか、まあ、バイオリンだとか、まあ、いろいろ笛だとかですね、まあ、いろいろありますけど、このカポタスト的な機能を持った道具っていうのはないですよね。これもギターの最大のですね、メリットだと思います。で次にですね、右手ですね。右手の場合はですね、この主な3つの奏法をですね、覚えればどんな曲でもですね、ある程度網羅して弾けるということです。まあ、3つはご存知の通りです、コードストロークですね、こうね、こう。コードストロークですね、それとまあアルペジオですね。それとスリーフィンガーですね、こう。3つをですね、大体マスターすればですね、どんな曲でもですね、対応できると思います。で、まあ、これに対してですね、まあ、ソロギターはですね、まあ、メロディーとですね、リズムをですね、同時にまあ奏でるということなので、まあ独学でマスターするにはですね、一曲一曲マスターするのにすごくですね、時間がかかるんですね。私もソロギターはですね、もちろん映画音楽とかですね、まあいろいろ自分の好きだった曲、クラシックもそうですけどね、いろいろまあ練習もすることもあります。でも結構やっぱり習得するのにですね、まあ時間がやっぱりかかるんですね、弾き語りと違って。でまあ練習してるうちにですね、だんだんなんか自分でその曲を、にもなんか、飽きてきちゃって、ある程度ちゃんと弾ける頃になるとですね、あんまり弾かなくなっちゃうっていう、そういうことがありますですね、ソロギターの場合。これは私だけかもしれませんが、ということで私にはですね、まあ、ソロギターもある程度レパートリーありますが、基本的には弾き語りの方がですね、まあみんなで歌えるしですね、例えばライブハウス行ったりしても、もうソロギターだとちょっと盛り上がらないですけどね、なかなか素人の場合は。まあまあ、いろんなところで歌会でですね、まあ、伴奏しても自分で歌ってもみんなで歌いましょうということで、合唱合奏してもですね、いいし、まあ、弾き語りというのは本当にそういう意味では、用途の広い、まあ、ソロギターよりですね、しんみり自分でこう弾き語るソロギターよりですね、いろんな面で用途が広いんじゃないかなと思います。で、まあ、先ほど申した通りですね、弾き語りで50曲マスターするっていうのはもう大変ですけどね、弾き語りじゃなくてソロギターですね、まあ、大変ですけど、まあ弾き語りだったらパターンさえ覚えればですね、まあ、自分であとキーを合わせてですね、カポタストとキー合わせてやるだけ、奏法をどうするか、コードストロークにしてするか、アルペジオにするかですね、まあこれもちょっと軽快な感じでスリーフィンガーにするか、場合によっては途中からですね、アルペジオからコードストロークに変えてもいいですし、まあ、自分なりの工夫でですね、できますんで、まあ、これは本当に曲の数は広がります。で私みたいにですね、イントロだけはそれなりの、まあ、メロディーラインを入れてですね、曲だって分かるようにして、でもう歌に入ったらもう歌に専念するという弾き方もこれできますので、まあ、そういう意味では弾き語りは便利だと思います。
まあ、そのギターと同じようにエレキギターもですね、私もいろんなエレキのフレーズとかですね、練習もしますが、やっぱりいろんな高度なですね、演奏テクニックも必要になるので、まあ、最初っていうことで言えばですね、やはり基礎は独学じゃなくて学んだ方がですね、習った方が上達が早いと思います。まあ、ここでですね、まあ、皆さんに質問なんですが、まあ、まあ、皆さんは独学派でしょうか、考え方としてですね、それともやはり教室でですね、習った方がいいという、まあ、独学の方の、まあ、否定派でしょうかという2つにね、昔からよく言われるんですが、まあ、私の意見を申しますとですね、私は先ほどから申している通りですね、ギターはですね、弾き語りだったら独学でもいいんじゃないかなと、できんじゃないかなというのがですね、私の意見です。まあ、そうじゃなくてソロとかですね、まあ、今言ったエレキとかいうのは独学だとですね、弾き語りより挫折する可能性がですね、最初は強いと、多いと思います。ということで私は弾き語りなら独学でもマスターできるという、まあ、条件付きなですね、肯定派の意見を持っております。はい。で、元に戻ったのは3つ目ですね。はい。まあ、ギターの特徴、メリットで3つ目はですね、やはり今はですね、とにかく習う、ギターをですね、独学でも習う環境に恵まれてるなと、つくづく思います。私10代の頃なんかも本当に本しかなかったですので、前も言いましたけど、3フィンガーをですね、4つの指、4フィンガーで初め弾いてて、ある時にですね、友達が3本指で、弾いているのを見てですね、あ、そうか、3フィンガーだよなと、初めて気づいたっていう、もう本当になんかアホみたいな話がありますが、まあ、なかなかですね、100分は、ね、一見にしかずじゃないですけど、本当に見る方のは分かりやすいですね。読んだりするよりは。ということでですね、もう本当に今は、独学で、学ぶ、まあ、ポイントということで言えばですね、まあ、一冊のですね、まず、まあ、本は私必要だと思うんですけど、一冊のですね、教則本をまず完全に読んで、マスターする。で、それを見ながらですね、場合によっては YouTube のですね、無料レッスン動画、まあ、こういう私の動画でもいいんですけどね、そういうのを利用するということです。で、わからないときはですね、まあ、ネットで検索したりですね、調べたりして、いろんな情報が出てますので、もうこれで私はね、弾き語りだったら十分だというふうに思います。はい。で、まあ、自分がわからなかったりですね、悩んでるポイントっていうのは必ずそういう検索すればですね、まあ、みんな同じようなところで悩んでますので、必ず教えてくれる動画とかいろんなところ出てきますので、まあ、本当にそういう意味では便利な世の中になりました。4つ目はですね、弾き語りはですね、まあ、脳を活性化するっていう、まあ、これシニアに対して、私みたいなですね、シニアに対するです、対してですね、言えることなんですが、で私も10代でですね、まあ、数年、ギターを学んでですね、まあ、50代になってですね、単身赴任の時にちょこっと、また40年ぶりにですね、再開しました。それからまたちょっと、単身赴任終わったらやらなくなってですね、でまた定年になってから、再挑戦した、再挑戦組です。で私がですね、感じる弾き語りのですね、最大の効用、まあ、いいところですね、これはもうですね、とにかくストレス解消とですね、ボケ防止に間違いなく効果があるなということですね、こう指先を使ってですね、声を張り上げるっていうのは、これはもう本当にギターならではのですね、もうお金もどこでもできるし、もう本当にこれ効果があると思います。で、まあギター弾き語りの上達のコツについてはですね、このチャンネルでもですね、いろんなお役立ち情報ということで取り上げてきましたのでですね、そちらの方もぜひですね、バックナンバーをですね、参考にしていただければと思います。で、最後にですね、独学で始めてみてですね、もし難しいなということでしたらですね、まあ、
2ヶ月でも3ヶ月でもいいんですけどね、まるっきりの、ゼロからじゃなくて、いろんなところでここがちょっとできないなとか、いろんな疑問を持っているわけですので、もう1ヶ月、2ヶ月か3ヶ月でいいと思うんですけどね、その上でギター教室に通うという選択肢もですね、あります。で、まあ、私の動画をですね、ご覧になって、わからないということで、コメントでですね、質問されて、来られる方もいらっしゃいます。で、実はそういう時がですね、一番上達、現在進行形なんですね。上達モードにですね、完全に今入ってる方です。そういう時がもうとにかくですね、一番上達すると思います。で、まあ一番ですね、大切なことはですね、とにかくギターを弾きたいという、そういう思いですね。これがやっぱり一番だと思います。はい。で、まあ私はまあ弾き語りが一番だってことでですね、まあ、ご紹介しましたけど、まあ弾き語りでなくてですね、ソロギターに、やはり僕はソロギターがいいんだということで挑戦したいという方もいらっしゃると思います。もう本当、今 YouTube とかでですね、ソロギターを学ぶですね、動画も多数アップされておりますので、ソロギターもですね、エレキもどんどん習うべきだと思います。で、まあ、とにかくギターをですね、弾きたいという思いがですね、強ければ強いほど、まあ、弾き語りでもソロでもですね、必ずですね、上達します。で、とにかく最初はですね、なかなか上達しません、正直言って。で、まあ、ストレス解消どころかですね、なんかもうね、本当にもうギターやってるともうできなくてですね、イライラするというふうに思うかもしれません。で、ここがですね、とにかく一番のポイントですね。で、それをコツコツですね、続けているとですね、これ不思議なことなんですよね。ある時ですね、ふとですね、弾けるようになっちゃうんですね。前も言いましたけどですね、こういう、斜めにこう上達するっていうんじゃなくてですね、もう階段状ですね。もうここの階段のところですね、やってるのにね、うまくならないって、この階段のところがですね、もう一番辛いですね。ところがですね、気づくとですね、もうステップが上がってる。で、またですね、ちょっとイライラしますけど、ちょっと習ってて、気づいたら、あれ、いつの間にか弾けるようになってたなって。これがですね、ギター上達のですね、一つの方程式じゃないかなと思います。ということでですね、ぜひですね、コツコツですが、まあ、そういう意味では時間はですね、もう、まあ、シニアでした。私と同じようにシニアでしたら、まあ、時間あります。私もいろいろ、アルバイトとかですね、いろいろやってますけど、まあ、考えてみたら、勤めをしてた頃に比べたら自由時間はですね、ものすごくあるわけですから、ぜひ、その恵まれた自由時間を使ってですね、ギターを楽しんでいただければと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。